だから またエロ DM の話なんだけどさ、そのまあエロ DM の中でもやっぱりなんていうの、優劣あるわけ。みんなエロ DM って簡単に口では言うけど、その中でもやっぱいいエロ DM もあれば、悪いエロ DM もあるわけ。いいっていうのは、いいっていうのはね、これがね、例えばそのエッチな写真が送られてくるみたいなのは、もうこのまあ頑張れさ、もう簡単にエッチなものに触れられる時代、エロが溢れてる時代だから、まあ、それはそんなに、そんなに別にね、エッチな写真が来たからって、もう別に中学生じゃないからそれで喜んだりはしないんだけど、なんかインスタだろうがツイッターだろうが、その本赤っぽいその写真がいっぱい、投稿されてるとか、インスタ、あとツイッターもちゃんとその、社会、会社でのなんか不満とか愚痴とか大学生とかだったらその大学での話とかがいっぱいされてるアカウントから来るエロ DM の方がやっぱその生活感があってこれより良いんだよね。それはその何、適当に送ってるんじゃないっていうのと、そうっていうのもあるし、そうバックボーンもある、適当に送ってない、まずその、たまにあるのやっぱステアカみたいなので来てるエロ DM、それはもうはい男なんでしょって思ってしまう、俺は。だけどその本型でエロ DM が来てるっていう、なんかそのそっちも本当にその気なんだなっていう感じ、これがやっぱグッとくる。それにエロ写真がついてたらもそれはもうそれでいいよね。ああ、そう。そっちが大事なんだ。そっち人となりというか。人となりというか、まあアカウントのあれが大事。そう、人がいる感がやっぱね、これいいんだよね。文面は別に何もない。文面はね、これもまあむずいけども、その西は何にテンション上がるの？まあ入り口はそうとしてさ、アカウント、この誘いのお誘いの目。DM としてさ、エロ DM 職人として優秀だなと思うのはさ、どういうところに感じるわけ？これがでも、例えば、一番ね、なんかグッとくるので言うと、例えばその、静岡に住んでますと、で、来月の27から29まで東京にいますが、みたいなやつが、これで一番なんかグッとくる。それはレアリティって思う。なんだろうな。期間限定。その期間限定でなんかまあ用事があって東京に来るんでしょう。でその期間だったらなんかあってもいいですよ感が。やっぱと東京の人を信用してないっていうのもあるのかもしれない。ああ東京にずっといるやつを信用しきれてないというか。なんかお前するつもりだろこれでって。俺の弱みをなんか握るつもりなんだろって東京の人には思ってしまうけど、静岡から来るんですという人はなんかいやお前は悪いことしないよなっていう思える。それちょっとあるな。地方からのやつだったらあるな。なんでそんなリスクショーの西田。確かになんでなんだろうな。聞くのは何でもそうだけどやっぱリスクが伴ってる方がいいっていうその、なんていうんですか、ギャンブルもそうだし、外れる可能性があるからこその当たりじゃないですか。はい。だからそのエッチなことも、なんかリスクを背負ってやってるっていうのがこれいいんでしょうね。リスクのあるエッチってやっぱさ著名人というかその表側に立つ人じゃないとできないじゃないですか。はい。芸能人とかもあんだけ不倫とか、そういう不祥事が続くのってやっぱそのある程度行くとそのリスクを負ったセックスがやっぱねよりその効いてくるんじゃないかな。リスクしょうがないと気持ちよくねえぞっていう、それも興奮材料になっちゃう。そう興奮材料になっちゃう。だからやっぱエロ不祥事は絶えないというか、リスクってさらされるかもっていうリスクもあるし、既婚の人とか行かないわけですよ。既婚の人とかそれはもちろん当然行かないでしょ。当然行かないですよ。けどもなんかこう
背徳感もあるし、こうもう全く知らない人とっていうのもあるし、そこにやっぱね、何か感じてるんだろうね、俺は知らないで。いや、これは本当にでも、その見てる人たちには分からないというか、この立場になってみないとこれ分からんぞ。スーパースターだもんな。スーパースターですよ、そんな俺なんて。そうよ、テレビ出てんだ。テレビ出てる人が偉い。テレビ出てる人が偉いに決まってんじゃない。YouTube もやってるもん。 YouTube もやってます。個人チャンネルもやってるんだから。執筆もしてるもん。執筆も小説家なんだ。3万人よ、登録者。マルチクリエイターだな。だからやっぱね、その風俗店はあんまりない。風俗これ、まあ、3回ぐらいしか行ったことなくて、です。1回目、初回に関しては本当にその緊張もあって、全然その行けなくて、で最後あの風俗嬢の方がなんか名刺みたいなのくれるんですけど、そこにあの謝罪のメッセージ書いてあって、それがなんかちょっとトラウマじゃないけど、申し訳ねえなっていう気持ちであんま行けないなもん。それは行かせられなくてごめんなさいっていう、そのすごく申し訳ない謝罪をさせてしまったの。まあそうだね。最後に行ったのがだからその YouTube、 ラランドの YouTube でも言ったけど、40歳ぐらいの、ハンニャみたいな、ハンニャのお面みたいな顔をした一人称俺のね、おばさんだった。まあその風俗3回目だったんだけど、そこでまあ初めて行けたんだけど、俺さーっていう、そのしゃがれた声の一人称俺のおばさんに初めて行かされてから俺もう行ってない。もうはまんなかった。そっからもうはまんなかったな。風俗はなんかね、あんま行かないんだな。リスクがないみたいなのも関係してる。そうだろうね。ただお金を払ったらできるっていうのよりも、やっぱその今のこの立場、ある程度ねテレビに出ている天井人としての立場と、それと初対面というか一方的に知られている人と会って何かあるっていう、そのロマンというかリスクみたいなものにやっぱね喜びを感じてるんだと思うな。ちょっと最後まとめるとさ、どういう DM 送ってほしい？裏垢で送るのはやめてください。その本垢で。本垢、大学の話とか、会社の話とかをして、で、あの好きな芸能人とかにあのリプを送ってるぐらいのアカウントで、エロ DM、地方の人で何月何日から何日まで東京に来るんですけど、その時時間ありますかみたいなやつと、さすがにその全く顔とかわからないと怖いですよねって顔写真くれるぐらいが一番来るね。それですね。いや、ちょっとエロ DM な、楽しいからな。その別になんかそっから何かあるかどうかは別として、来ただけでやっぱ楽しいから、ちょっとエロ DM 引き続き来てほしいですね。